ミシガンセントラル鉄道トンネルはデトロイト側の下をくぐりアメリカ合衆国のミシガン州デトロイトとカナダのオンタリオ州ウィンザーを結ぶ鉄道トンネルであるアメリカ側の入り口はローザパークス通りの近くにあるポーターバーモント通りの南側にあるカナダ側の入り口はキャメロン通りとウェリントン通りの間にあるワイアンドって通りの南にあるデトロイトリバートンネル会社が カナダサザン鉄道向けに建設を行い、ミシガンセントラル鉄道が借り受けて、さらにニューヨークセントラル鉄道の所有となった。トンネルは1910年に開通し、現在でもカナダ太平洋鉄道が使っている。デトロイト側ではトンネル周辺は一般人の立ち入りが規制されており、アメリカ合衆国国土安全保障省やカナダ、太平洋鉄道の警備組織、 デトロイト市警察などの担当者が定期的に巡回している。トンネルの建設以前にはカナダサザン鉄道は自社の鉄道網の西端においてミシガン州側といくつかの連絡をしており、どれも鉄道連絡線によるものであった。北側ではセントクレア側を渡ってセントクレアウェスタン鉄道と接続していた。南側では デトロイト側をデトロイトの南側で渡り、グロスイールにおいて、カナダサザンブリッジ会社と連絡していた。これに加えて、グロスイールへ通じる路線のエセックスから分岐して、デトロイト側に面するウィンザーまで走る支線もあったが、一般的には、こちらの方が本線であると認識されていた。1891年にグランドトランク鉄道が、ポートヒューロンにおいて、セントクレアトンネルを開通させ、 カナダサザン鉄道の鉄道連絡線に対して優位に立つことになった。アメリカ側のミシガンカナダブリッジトンネル会社とカナダ側のカナダミシガンブリッジトンネル会社が合併して1905年8月15日にデトロイトリバートンネル会社が発足した。建設はニューヨークセントラル鉄道の技術担当副社長の ウィリアム・ウィルグスの監督下に1906年10月に開始された。ミシガン・セントラル鉄道トンネルは1910年7月26日に、まず旅客列車に対して開通し、9月15日からは貨物列車も運行が開始され、10月16日にはすべての列車がトンネルを経由するようになり、鉄道連絡線は廃止となった。開通以来、 ミシガンセントラル鉄道が仮受けて使用している。鉄道を通す目的で作られた最初のチ米トンネルであった。東側のカナダ側ではウィンザーで鉄道連絡線に接続していた路線にトンネルが接続されている。西側のアメリカ側ではミシガンセントラル鉄道の本線に市街地西側で接続しており、この分岐点の西側にミシガンセントラル駅を1913年に 開業した。分岐点より東側は後に廃止された。1968年にニューヨークセントラル鉄道の合併でペンセントラル鉄道に移管され、1976年にはコンレールに移管された。1985年にコンレールはトンネルオカナデーアンナショナル鉄道とカナダ太平洋鉄道に売却し、それぞれが半分ずつの権利を得た。 2000年初頭にカナディアンナショナル鉄道は所有権をボリアリストランスポーテーションに売却してセントクレアトンネルのみに集中することになった。デトロイトリバートンネルパートナーシップが策定した計画では新しい鉄道トンネルを建設して近くのアンバサダー橋、デトロイトウィンザートンネル、デトロイトウィンザーフェリーなどの国境連絡交通の負担を緩和するために 既存のトンネルを2車線のトラック用トンネルに改造することが発表されている。しかし、この計画はウィンザー及びデトロイトの市政府、オンタリオ州とミシガン州、そしてアメリカとカナダの両連邦政府が将来的にどこに国境連絡を設定するかを検討するために保留されている。ウィンザーではウィンザー・エセックスパークウェイの計画が好ましいとしている。2010年に ウィンザー港湾局、ボリアリストランスポーテーション、カナダ太平洋鉄道は、ダブルスタックトレインを通行させることができる新しい、鉄道をトンネルを建設する計画を発表した。これは、コンチネンタルレールゲートウェイと称されている。ありがとうございます。